日よく上で靴を脱ぎかけた時に水浴びの先客に手をかけてしまったねえやめなよ口をついてってたったって今度はどうでもよかった先を越されるのかなんとなくシャフだった三つ編みも怖かったりどっかで聞いたようなこと